どうもこんにちは、春大槍メンバーのバラマツです。今回は内定を取り終えた後のキャリアの悩みについての就活相談をしていただく企画です。株式会社ネームという人材会社で経営をしております島津一子と申します。新卒時代はリクルートに入社して主に新卒学生さんのキャリア支援を行っておりました。関西学院大学文学部総合心理科学科3回生の伊藤宇と申します。じゃあういくん、今の悩みを教えていただけますか？すごい簡単に一言で言うと、将来に対する漠然とした不安がすごくあって、内定先果たしてこれでいいのかなとか、もっとより多い企業を見た方がいいんじゃないかなとか、そういうところに対して今不安とか悩みを感じているって感じですね。ウイ君が話してくれたキーワードとして将来の漠然とした不安っていうのを挙げてもらって、そこがちょっと気になってるんですが、もうちょっと解像度上げて知りたいなと思ってるんだけど、その気持ちの正体を、何が不安、何に対して不安なのだと思いますか？活躍できるかっていう観点はそんなに不安じゃなくて、っていうのもなんか活躍するまで頑張るしかないかなっていうふうに思って、そこに対してあんまり不安がないんですけど、腹落ちみたいなところに結構不安がありますね。なるほど。自分自身がその選択肢に納得できているかどうかという、裏の自分がそれができながら働けているかどうかが不安。そうですね、なんかそこに対してが結構、そこの分岐点が自分の中で、ああ新卒採用で A っていう会社を選んだからにあるんだなっていうのに、なんかそこが多分現時点で結構不安なのかなと思ってます。なるほどなるほど。そうか、じゃあ今のこの承諾という意思決定が将来の後悔につながるんじゃないかというのがある。そうですね、半分以上はなんか覚悟だとは思うんですけど、その覚悟がまだなんかついてないっていうか、踏み切れてないみたいなところはありますね。なるほどなるほど。終わるタイミングが分かんないんですよ、ね、そうですね、決まってないもんね、自分で決めなきゃだもんね。なんですよね、終わる気が正直なくて、内定もらったらみんな楽になるよみたいな風に先輩方とか言われたんですけど、で、その日は嬉しいんですよ。次の日になんか気がついたら、またパソコンでなんか企業調べたりとかしてるんですよ。自分の将来に対する悩み、いつ終わらせてくれるんだっていうのは。多分終わんないんでしょうけど、いい企業さんに溢れすぎてるなと思って、この人が。結局なんか自分自身の軸次第だなっていうのを改めて思ったんですよ。自分のこのありたい姿とか軸っていうのは、その就職活動のなんかエントリーシートに答える過程で、あ、自分こういう面があるなっていうのを気づいたので、多分まだその多角的な面から自分を見れてなかったと思うんですよ。結果的に多分ウイクはこれからも行動して、企業に出会って自己内省をして、こうベストな選択をしようと思うんですけど、どこかでやっぱ区切りというか決め切って、そこで行動するっていうフェーズに移ると思うんですけど、どれぐらいでこう区切ればいいのか、とはいえ承諾の期間もあるなとか、そうだよね、どうやって考えていったらいいんですかね。やっぱり意思決定のために必要なのは、自分について知ることと企業について知ること、で、自分のその軸がしっかりしてないとダメだから、自分は何を大事にしたいのかっていう価値観、自分に向き合う、自分の欲求に向き合うのは、その就活とか選考とか抜きにして、本当フラットにウェイクみたいにやってほしいし、で、企業についての情報収集もできる限りやるっていうのはやってほしいんだけど、みんなでもそれをしっかりした上で迷っている人がほとんどだと思うんだよね。自分についてもその話もしたつもりだし、企業についても結構情報収集できる感じだし、で、その上で自分の本心に向き合うとか、自分の後悔のない選択をするためには、どの選択肢を選んだ自分のことが好きになれそうかという、究極本当主観の部分だと思うんだよね。その企業を選択した自分のことを1年後2年後好きになれそうか後悔しないかというと、あ、なんか後悔する気がするな、なんか逃げてる気がするなとか、もしあれば、それは頭の中ではいいと思っていても、本当の心の欲求の部分では自分と反するものだったり、満たしていないものだったり、何か自分を納得しようと納得させようとしているものだったりするかもしれないから、本当キャリアって究極のところ、主観というか自分の中の納得感というか幸福感に一番つながってくるところなので、その選択肢を選んだ自分のことを好きになれそうか、将来好きになっていられるかっていうのを最後問いかけるのがよくで、それを自分でやるための時間確保するためには、承諾期限延長なりなんなりやっていった方がいいと思う。承諾期限、そこも全部他人の敷かれた環境的なものに過ぎないから、絶対後悔が残るので、
ということを考えていて、ここを突き詰めるためにはこれぐらいお時間が必要そうなので待っていただけますかという形で交渉するなりなんなりして、いつ区切るかというと、自分の中で、あ、これこの選択した自分のことを好きになれそうと思えるまで突き詰めて考える。自分の幸せな時って、そのみんなで目標を追ってる時とか、それを達成した時のなんか感情を共有してる時がめちゃめちゃ幸せなんですよ。わかる、そうか。その目標に対してみんなで追った、そこに対しての感情が共有できる、ないしはしている瞬間が本当にたまらなく好きで、でも多分個人営業とかに行かない限り、僕対自分に対しては幸せになれると思うんですよ。ただなんか対社会それはいいのかなみたいな。そうだね、対自分とか、まあ、もっと言うと対社内でそれは実現されそう。あ、そうですね、それをされそうな会社は選べたと思ってますし、それを自分たちが頑張る姿をどういう観客に見せたいかっていうところがまだなんかバーンとマッチしてないなっていう感じ。なるほどなるほど。もうこれ究極働いてみないともうわからないだろうな、一旦その社内の人に話を聞いてみて、その上でなんか自分が純粋にワクワクするかとか、そういうところに決めてもいいのかもしれないですね。今の内定先の会社よりもベストな会社があるかもしれないっていうのを、一旦この月まではもうめちゃめちゃ探しきる、でなかったらもうそこに決めて、もう絶対もう何が何でも他の会社見ても絶対ここ正解にしてやるって決意を決めて走り出すみたいにして、もういいのかなっていうのを聞いてて思いました。一生この悩みは尽きないのかなっていうの、正解はないので、じゃあみんなこの視聴者の方 もう3月には絶対決めましょうねとかっていうような正解があるものじゃないんだなっていうのは今日のお話を聞いてすごく分かりましたし、一生を通して選ぶ選択肢はどんどんこう視野も広がっていくだろうし、そういう機会を増やしつつも常に、じゃあその中で自分はどう選ぶったら幸せなのかっていう自分基準もなんか同時に考えるっていうのが大事なんだなっていう、すごく勉強になりました。ウィ君今日話していて感じたこととか、次こういうアクションしてみようかなみたいな、そうですね、なんか感じたことは自分的には2つで、1個目がなんかもっと自分の欲求に素直になってもいいんじゃないかなっていうのを思いましたね。もっと直感で動いてもいいのかなっていうのは思いました。で2個目は松原さんの言葉が結構刺さってて、僕結構期限決めずに考えすぎちゃうことが多いので、一回もうこの時間までって、この時期までっていうのを決めて考え抜くみたいな方が覚悟感も決まっていいのかなと思いましたね。この2つが今日学んだことで、まあ、今後やっていくことって言ったら、まあ、今の行動であったりいろんな企業を見るっていうところと、自分の軸をちゃんともう一回再定義し直すっていうところ、いろんな人の話を聞きながら継続していければいいかなと思ってます。ありがとうございます。ということで、今回なかなか正解が見つけづらいテーマではあったんですけど、就活そのものもなかなか正解っていうのがない中で、初めての就活、初めてのこう会社選びっていうので、ずっと不安もつきまとうし、いつ終わるんだろうっていう不安はあるんですけど、そういうものだっていうところが、その知るだけでもちょっと心が楽になるのかなと思いますし、ウィ君のように同じように悩んでる子もいると思うので、まあ、みんな同じ不安の中でこうやってるっていうのが今回伝わったらいいかなって思います。はい、ということで、島津さんの新卒用と転職用、それぞれの Twitter アカウントと、最近 YouTube を始められたらしいので、YouTube のリンクも概要欄に貼らせていただきます。あとは、ウィ君が過去にいろんな動画に出てくださってるので、一日密着だったり、面接だったり、相談だったりの動画も概要欄に掲載しています。ぜひ見てください。ということで、はい、2人は貴重なお時間、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。